はい、こんにちは、レトスノールです。今回なんですけども、国土利用計画法の基本的な部分ですね。そもそも国土利用計画法って、どんな法律なのか、この部分を解説させていただきます。で、まず国土利用計画法の目的なんですけれども、これはですね、地価の高騰の恐れがある土地取引を規制するもの、規制する法律、これが国土利用計画法です。あくまでもこれ土地取引だから、土地に関する取引を規制するものなんですね。なので建物については関係ありません。あくまでも土地取引を規制するものです。で、どんな取引を規制するかというと、地価が高騰する恐れがある土地の取引を規制するんだっていうことなんですね。で、これどういうことかというと、例えばなんですけども、例えば200平米ぐらいの土地があって、通常その土地、1000万ぐらいの土地だったと仮定します。1000万円ぐらい、200平米1000万円ぐらいの土地があったとして、これを1億円で買ったとしても、その周りの土地に影響するってあまりないんですね。小さな土地を高値で買ったとしても、あまり他の土地について影響を与えることはないんですよ。周りの土地の取引価格に影響することはないんですけども、1万平米2万平米の土地が1億円とか2億円だったものを、例えば10億円とか20億円とかでバッて買っちゃったってなってくると、この場合っていうのは周りの土地の取引価格に影響してくるんですね。ちっちゃな面積であればそれほど影響しないんですけども、大きな面積の取引について高い価格で買い取っちゃったりすると、それが周りにも影響しちゃってくるっていうことがあるんですね。なので大きな土地を購入する場合っていうのは、この国土利用計画法によって規制されてますよっていう話です。で、じゃあどうやって規制するのか、その規制方法なんですけれども、それは2つあって、届け出と許可の2つがあるんですよ。届け出と許可の2つがあります。届け出と許可の違いなんですけれども、これは国土利用計画法における届け出と許可の違いなんですけれども、届け出については、届け出をすることによって勧告をされる場合があるんですね。もうちょっとこの土地の利用計画について、今現状を商業施設を作ろうとしているらしいけれども、これやめてくれませんか、ちょっと違うものに変更してくれませんか、みたいな感じで勧告って言って、ちょっと注意って言ったイメージですかね、注意を受けたりするんですよ。で、その勧告に従わなかったとしても、土地取引の契約っていうのは有効なんですね。その土地の売買契約は有効です。一方で許可制の場合、許可の場合っていうのは、申請をしてそれに対して、いや不許可です、つまり土地取引しないでくださいって言われる場合があって、その場合その不許可に対して無視して土地取引をする売買契約をしたら、それは無効になるんですよ。こういった大きな違いがあるんですね。届け出については勧告を無視しても、これ土地取引が無効になることはありません。一方で許可制の場合において、申請をして不許可になっちゃったにもかかわらず土地取引をした、この場合は契約は無効になりますんで、そういった違いがあります。で、届け出についてはもっと細かく分けると、事前届け出と事後届け出の2つに分けることができます。で、じゃあ事前届け出と事後届け出って何が違うかっていうと、届け出をする時期が違うんですね。事前届け出については、土地取引をする前に届け出をしてくださいね、つまり契約締結前に届け出をしてくださいね。事後届け出っていうのは、土地取引をした後に届け出をしてくださいね、契約後に届け出をしてくださいねっていう話です。だから届け出の時期が違うということです。で、この事後届け出、事前届け出、許可っていうのは場所によって違うんですね。例えばある土地については事後届け出で OK、 ある土地については事前届け出をしてください、ある土地については許可をもらってくださいっていう形で分かれているんですよ。その土地ごとによってやるべきことが違うんですね。で、それを示したのがこの図になります。全国、日本全国があって、この日本全国の中の注視区域とか監視区域が指定されていたら、その区域内では事前届け出をしてくださいねっていうふうなルールになってます。また規制区域っていうものもあって、規制区域内で土地取引をする場合っていうのは許可をもらってくださいねっていうふうなルールになってるんですね。で、この
注視区域、監視区域、規制区域以外の区域、つまりこの3つに指定されていない区域についてはもう全て事後届出の対象となります。区域によって届出が必要なのか許可が必要なのか違ってくるよということですね。ここをまず頭に入れておきましょう。で、次回からの動画ではじゃあそれぞれ事後届出が必要な場合ってどんな場合があるのか、また事前届出が必要な場合ってどんな場合なのかっていう細かいところをこれからの動画でお話ししていきますので、ぜひ次の動画もご覧いただければと思います。まず今回は国土利用計画法の基本的な部分を解説しました。これはまずですね、頭に入れていただきたい部分なんで、何度か復習して頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。